ゆう。あ、もう小林さん引退しちゃったんだ。周りのファンの方とかも、もうみんな泣いてて、こう涙出てて、おやつしながら小林先生、今こう引退した小林選手に、選手って言っていいのかどうか、小林さんブランドソード引退後バージョンって作ってどうですか？私ね、小林さんが今ちょっとここにいらっしゃってね、まあ、今普通にまあ、お話をね普段こうさせていただいてますけども、ちょっと結論までちょっと時間いただきたいんですけどね、はい、私まあ、曲をまあ使っていただくようになって、全日本プロレスの三冠戦って、はい、でかい外人と結構立て続けにその後やるんですね、はいはい、で私新日本でベーダーの一番最初に来た時の、はい、まあ、選曲っていうところをやったので、はい、まあ、もちろん関わり深いんですけれども、はい、グラジエーターとかベーダーとか、はいはい、日本人がその力でその力のプロレスをやるっていうのは、はい、もう諦めてた頃だったんですね、はいはいはい、まあ、坂口さんなんかもねすごく、うん、難儀されたりだとか、まあ、そういう時代背景があって、で、まあ、ベーダーだとやるって、もう私の中で日本人対ベーダーっていうと、もう子供扱いぐっちゃぐちゃにもう、はい、こうやられちゃうわけですよ。で、小林さんも、まあ、怪我しなきゃいいななんて、もうごめんなさいね、私も小林さんももうどんどん押されて怪我しなきゃいいななんて思ってたら、力で押して、はい、力でねじ伏せて勝っちゃったんですね、はい、グラジエーターもそうですけど、はい、それが正直ね、本当に信じられなくて、うん、でさっきの体育館のトレーニングですけども、やっぱ試合の前とか普段のトレーニングってやっぱすごいんですよね。もう特に前 もう背中とかも、これってテレビで映像で伝わらない部分で、それで会場で、ね、私も武道館は、まあ、ほとんど行かせていただいたんですけれども、もう日本人のプロレスラーが170、80キロのやつにパワー負けしなかったっていうのが、もう本当になんか私の心の財産じゃないですか。本当に嬉しかったですね。で今小林さんこうやって引退されて、まあその後いろんな病気だったりだとか、いろんな事情とかねあって、で引退、まあウルツギャザーがあって引退されて、で私の中でこうストーリーがこうあってですね、まあ今まあ、実際もう引退されてこうやってお話しされてるわけなんですけども、まあすごく選手の頃よりも体調今いいですよね。正直やっぱりその腎臓がんになってから自分の体調がベストになる戻ることもなかったですね。でも一試合一試合自分のできるベストを尽くそうと思ってやってましたけど、うん、結局やっぱりその昔の自分に戻ることはなかったですね。私ね、小林さんの引退した武道館っていうのは、はい、最後ね、私の、まあ、友人関係者、はい、ファンの方、時計台のところで、はい、みんな名残惜しそうにずっと集まって、はいはい、今日が最後なんだね、で今日が最後なんだねっていうことを言ってる時っていうのは最後なんだねっていうことをみんな頭の中で分かってるわけですよ、うん、最後なんだね、最後なんだね、だけどそれが時間が経った後じわ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 、もう小林さん引退しちゃったんだの、そういったなんて言うんでしょうかね、まあ人だからそういう経験ってみんないろいろしてるかと思うんですけれども、その時の寂しさっていうのは本当にまだまだ引きずってる方も、私もそうですけども、時計台の空気というか、まだその場にこうパッとこうタイムスリップできる瞬間は本当に、まあ、先生も俺もファンの方もね、小林先生もその瞬間って多分実感湧いてないと思いますよね。でもそれはじわじわやっぱり、うん、やっぱり引退してしまったんだなっていう、
なんか本当最後感動的なフィナーレだったので、はい、それで結構胸いっぱいになっちゃってるところがあるんですね。で胸いっぱいになっちゃってて、あもう最後なんだね、最後なんだねっていう、こうちょっとしたあのなんかこういい雰囲気もできちゃってるわけです。みんなそこにいたよね、入れだから自分たちはすごく、はい、あのまあついてるというか、その場に入れたんだっていう満足感もあるんだけど、でも今日最後だよねって、だんだん時間が経ってくるともう完全に、あの日が最後だったんだっていうのはですね、本当に実感がどんどん、だから本当にファンの方とか我々結構深刻に受け止める、まあ深刻というかね、今こうやって話はできますけどもね、あの引退の時と、あとあの復帰された時、はい、あの病から復帰された時、はい、あでもやっぱりあの、まあ、関係者私たちもあのやっぱり心待ちにしてた、まあ、まあ心配はしながらも心待ちにしてたんですけども、うん、あの小林さん曲になって小林さん入ってきた時に、はい、結構割とあの私普段近くにいた方が普段割と偉い方で、あの、うん、部下の人にもこうやるって やったっていう方なんですけど、横にじゃあ一緒に見ましょうということで小林さん入ってきた時に、いや復帰してよかったですねって見たら、もうあの本当にアニメじゃないけどアニメのラブシーンが本当にこのこうポロポロじゃなくてこう涙出てて、あこういうやつですね、でおえつしながら小橋ってのこれ社員部下の方だって見せられないなってぐらい、あのでもパッと見たらあの周りのファンの方とかもうみんな泣いてて、あのまあ、私ももちろん泣いたんですけど、私こう うるうるっていう感じだったんですけど、いやこれ周りこんな泣いてるからこれもうちょっとやあの追いつけなきゃなって思う、こう持ってるっていうぐらい、もう本当周りがもうあの本当に床濡れるんじゃないかって、いや本当あそこでこういう場面で人って泣くんだなっていうのって、まあ、自然な感情で、ね、私もあの、まあ、釣られててじゃないですけど、本当にあの帰ってきたんだなっていう、やっぱりこうそういう瞬間があって、で最後の引退の時っていうのはなんかもうあのなんていうんですかね、もうここはもうどうにもならないんだならないんだっていうのがありました。もうそういうこうプロレスの人生に、僕のプロレス人生にやっぱりね、鈴木先生の曲が大きく変わってくれた、うん、本当に。いや本当に作曲家冥利に尽きると思いますし、小林さんもレスラー冥利に尽きると思いますし、曲入場曲っていうのはやっぱり自分の試合でやっぱりこう入場曲を作り上げていく、こう先生に作ってもらった曲を、だと自分がこの試合でファンのみんなと一緒に作り上げていくのが入場曲だと僕は思うんで、ゴーも自分でこうファンのみんなと作り上げていったんじゃないかなと、うん、はい、はい、あの提供してもらった時はそれほどそのあの自分に合った曲ではなかったかもしれないけども、やっぱりチャンピオンになり、うん、いい試合をして、やっぱりそのファンのみんなとやっぱりその曲を作り上げていったのかなと、今のこんなにもう二十何年もね、小橋健太といえばこの曲だっていうふうに育ってったわけですからね、うん、レスラーはやっぱりその試合でやっぱりしっかり試合をして、うん、自分でやっぱりその曲をやっぱりこう最高の曲に仕上げていかないと、やっぱり作曲をしてくれた鈴木先生に失礼だと小橋さん、だから先生の曲はね、武藤さんも時々違う曲にはなって言ってるとはいえ、うん、今もホールドアウトなわけですよ、うん、で橋本選手も亡くなられたけど、うん、息子さんも同じ曲かけてるわけですよ、うん、もう先生の曲っていうのは多分500年あっても残ってんじゃないかなと思います、うんうん、いやでもそうやって残っていく、いやもう鈴木先生はやっぱりそのなんていうか、もうプロレス遺産、そうですね、プロレス遺産、プロレス文化遺産ですよ、うん、最後に一つね、小橋さん、あの小橋さんの引退試合に、うん、ゴングが鳴る前の2分何秒、うん、スライドショーみたいなのやってカウントダウンがあったんですけど、うん、あの曲も先生の曲だったって知ってました？
あ、そう。あ、最初のやつ。はい、あ、知ってる知ってる。最初のやつね。はい、うん、あの客へ、ゴングの始まる、ゴングが鳴る30秒ぐらい前。うん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 、その曲のタイトルが旅の続きって言います、うん、我々はまだ旅の続きを見ていかなきゃいけない、うん、いい感じで旅の続きを見ていかなくちゃいけない、旅の続きをしていかなきゃ、そう、していかなくちゃいけない見るんじゃなくて行動を取っていかないと、はい、うん、ぜひこの、ね、リスナーのっていうかこの見てる方々の旅の続きっていう曲もちょっと調べてみたら、ね、うん、あ、いいね、うん、グランドソードとセットで、うん、聞いてほしい、うんうん、小林さんとこお話ししてるとワクワクします、本当にまだまだこれからです、ね、いや、まだまだあの寿命がまだ伸びてるじゃないですか、ね、だから自分もこのプロレスをやめてから、うん、これからそれからが勝負だと思ってるんで、うん、人生の、うん、だから死ぬ時に、あ、こういう人生だったなと、これあと200年ぐらいって、いやいやいや、こういう人生だったとこう胸を張れるような人生にしないといけないなと思ってるんで、あの、どれだけのことができるか分かんないです、でも、うん、頑張ってみようかな。でも最後に行くぞで締めますか。握り拳をお願いします。はい、いくぞー。おー、こばし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 、ありがとうございます。亡くなられたっていうところで、武道館大勢の方いらっしゃるんでね、まあもう本当にあの混乱の中っていうところだったですよね。あの頃は私の師匠にあたるわけなんですけど、そのプロレスの部分を私が引き継ぐという形になって、でそこでタイミングがビッグバンベイダーとハデさんがデビューしますよというところで、ハデさんとベイダーの曲は選曲を、ユー